川崎ブースからお届けします。ダブル800もアンベールされたモデルになってました。ダブル800すでにカフェとかですねもう登場はしてるんですけど、このダブル何が違うか、19インチタイヤのサイズがですね、19インチサイズのダブルがようやく復活したということですね。まあ、前のファイナルエディションで売られたモデルもあったんですけど、その時はですね19インチだったんですけども、ようやっとあの19インチのゆったりと走るダブルが復活したっていうのが今回のニュースです。でちょっとですね細かいところを見ていくと、変わってるところはですねやっぱり後ろはディスクになって、まあ当然 ABS ついたりとかいろいろありますけど、その辺のモディハイは他のモデルと一緒ですし、ハンドルがアップではないですね、一文字に近い形ですけども、割とスポーティーな感じのバーハンドルがついてます。でもちろんクロームメッキをはじめとしたパーツもですねダブル同士ですね。でこのタンクについているラバーパッドもやっぱりダブルらしくそのまま登場してくれた感じです。あの懐かしいダブルが帰ってきたっていうところが今回のニュースです。紹介します、キニノさんです。こんにちは。ダブル800これは19インチ化ということで、やっぱり19インチ化を求める声って結構大きかったんですか？まあ、根強いファンの皆様のお声もいただいておりますが、何よりも、まあ、目黒から始まる目黒後期は川崎重工業が作ったエンジンで、その後川崎として出した最初の車がダブルワンと、でこの流れを組むそのクラシックトラディショナルな乗り味を実現するためにはやっぱり19インチは欠かせないのかなということで、あえてストリートとカフェから変えてこのスタンダードについては19インチにしました。でもそうすると、まあ、今まで18インチから乗り味はかなりあのプレスカンファレンスでもかなりゆったりとっていうのを強調したようなプレスカンファレンスですけども、乗ればわかるダブルフィーリングというか、ゆったりとしたハンドリングが楽しめるバイクになっていると思っていいでしょうか？はい、その通りです。ちなみになんですけども、ハンドルポジションがちょっと従来のポジションと大体似たようなものと考えていいんでしょうか？ほぼ似たような感じで、厳密にきっちり同じかどうかちょっと分からないですけれども、あの同じような感じになってます。まあ、あのリアブレーキがねディスクになったりとか、いろいろ変わってるところもあると思うんで、その辺のフィーリングが楽しみですね。